出ます？出てます？はいはいはい、はい、すいませんいい、えー、すいませんすい<あ>えー、大丈夫ですか？大、はい、大丈夫ですか？音声聞こえてます？はい、はい、すいません改めましてあら拍手からは改めるのもどうかと思うんですがはい、はい、こんばんはこんばんは、えー、はい、はい 映画、はいえー、評論家で翻訳家の柳下一郎ですえっとテレビブロスで私と柳下さんは <laughs>、えー、映画のレビュー等を担当してるんですが、まあ、その縁で、えー、アカデミー賞毎年アカデミー賞の時に、えー、言いたい放題画面をあのオンエアを見ながら。 見たい方だをやってて YouTube でね喋ってっていうのをやってるわけですけど、まあ、それの縁もありましてで、まあ、あのテレビブロスが、えーまあ、YouTube に本格本格的に今後取り込む <laughs> ということで、まあ、あのそれの一翼を担わんということで、まあ、こうやってこの、えー、新作映画についてだらだらしゃべるあまり、えー、番組を作ろうと。 はい、はい、いうことになりましてえーはい、まあこれで一応ですねまあいきなりあの全然何の前振りもないままなんですけどあの定期的にこうやって二人でこう喋ることにはいはいまあ月末にその月に公開されたすでに公開された映画について、うん、まあ言いたい放題が言えるかどうかはちょっとまた微妙でわからないですけ、ね、あ,あんまりねあんまり言いたい放題にするとねあのそうそう炎上したりしますんで、ね。<演じ> <laughs> にてそこに関してはプロですから、はい、す,ぐすぐ炎上ちなみに今テレビブロスの登録者353人しかいないので皆さん協力よろしくお願いいたします。<laughs> はいはい で、はい、えっとあ,あそうそう皆さんのコメントはい、はい、コメントねいただけるとねそれを適当に拾っていただいて、はい、編集者の記者が横におりますんで、えー、読んでいただけることになってますんで、まあ、それに合わせて、えー、お答えをしたり投稿したりツッコミを入れたりということをしていきたいとはい、ねうん、それでまあ今回はちょうどあのカンヌの映画祭で えー、日本勢が結構頑張ってこの間の日曜日にまでだったんですかねカンヌ映画祭がそうなんですかえ,え。ですよねこの間の日曜日に終わってあそう牧さんカンヌ行ったことはないんですかいやありますよえっ、ー、と実習、えー、的に行ったことは一度もないですが、はあ、取材で三度ぐらい行ったことありますね二、はあね、度ぐらいかないいですねえ。 まあ一,一つはロード・オブ・ザ・リングー、はいはい、ピーター・ジャクソンの取材で幸せでした、うん、それはねいいです <laughs> 私はね一度ね私も一度自主的に行って,ってはいもう本当に死ぬような目に死,死ぬようなことはないんだけど本当に嫌なことはないですよ違う違う違うクラッシュクラッシュあクラッシュでったクラッシュが出てそかそかクローネンバーグに会いに行って、まあ、自主的に行ったんで、うん、それがそのなんかねそうやってその で行くのと自主的に行くのともう扱いがもう全く違ってもうカンヌなんてとこは二度と来ないフランス人なんか絶対許さないと思って帰ってきたあれだもんねこのカードで差別されるんですよものすごい差別される本当にね差別される側の気持ちがものすごくよく分かって本当に差別されると人間いじけるからよくないなと思いました人間が腐ると思いましたこんなことされてるからこんな人間になってしまったっていう。 あ私はなんかそういう形では行ったことないので、うん、いつもなんか一本だけ取材って形で行ったのでなんかあんまりそういう思いはしてないんですけどね今年はでもなんかねあのいろいろなんかあれだったんですよねビクトル・エリセの新作が出たんだけど、えー、生きてるのいや新作歌取っ,ったんですよ取ったんだけどそれをなんかコンペにあの出,さな出さないとかで。 <え>エリセが怒って<え>上映はされたんだけど来なかったっていうああ <laughs> それを聞いてやっぱりなんかカンヌ腐ってるなと思 <laughs> でも <laughs> ちなみにビクトル・エリセはミツバチのささやきの監督です。そうそうで今度のやつアナトレント出てるんですよえ 二人とも言ってたの。<laughs> 何言ってんの？あなた들도出てんじゃん。いろいろ映画出てますよ。いろいろちょっと怖いなそ。そうそう。いやすごい。それはね、今めちゃめちゃ期待してるんですけど、パカンヌは良くない。まあカンヌは良くないだってあの時期にカンヌ行くと、うん、ラーメン一杯三千円とか四千円みたいで<ー> <laughs> 大変みたいですよ。あの有名ななんでゴールデン街のさ。 あのジュテっってていうバーがあラジュテが、うん、毎年カンヌに行っちゃうんだよね <coughs> カンヌの時期<え>昔はそうだったんですよす、ね、今どこなのか分かんないんですけど昔はそのだか向こうでそのどっかのホテル当然、うん、部屋借りてそこがジュテになるという時期が <laughs> そういう時期もあったら、うんうん、ああそうそう、まあ、そ,れそれでね、まあ、それはいいんですけどあのそれで今回は <coughs> 大丈夫 <laughs> えっと何、えー、だっけ是枝さんの「枝さんの怪物が」が、はいえー、坂本雄二さんの書いた脚本で、まあ、その脚本が、えー、脚本賞を取ったのかなそうです、ねうん、あとまあ「なんとか賞」という。 何とかあ, <laughs> あそうですね、まあ、そのネタバレになる賞を取っちゃったっていう <laughs> ショ。賞の名前を言うとネタバレになるって、だから、バルカン超特急と一緒で、バルカン超特急暗号を歌う女、これと同じことになっちゃってて、うん、<laughs> 楽しみにしてる人は、なんかそういう詳細を見ずに見た方が、えー、いいと思います。マキさんん見見たたですよね見ましたが まあ微微妙な微妙なな <laughs> だからちょっと長いなああ<ー>みたいな、うん、なんかちょっと長かったですかねまあいろんな証言っていうかいろんな話同じ話を繰り返す形になるので、うん、やっぱそれは羅生門とかそこら辺を見習って。 でも良かったような気がしますね。一、うん、時間、九十分、九十分で、まあ九十分難しいですね。百分、百分、百分ずって百分、百分ぐらいで作ったらすごい良かったかもしれないですね。みたいな気がしましたけど、はい、はい。というね、えー、僕は残ラーナまだ見てないんで、あの頑張って見に行きたいと思います。はい、はい、でまずは皆さんが大、はい、えっと大ヒットを今日本でもしています。はい ライット上映中のワイスピですねワイルドスピードワイルドスピード10ファイヤブーストあここに今もう出てますここにファイヤーマキさんこんなの見てるんですかワイスピード今もう全部見てますなんでいやだから車ページをやってるもんですからもう何度か見てますが何度見てもどれがどれだかよくちょっとわからないみたいな 話が、ね、ど,こでつどこで切れてどこでつながってるのかよく分かんなくなるっていうね、うん、であと誰が死んで誰が生きてるのか分かんないっていうなんかそこら辺はちょっと香港入ってますよねまあね死んでも蘇ってくるでもほんとね,そのね死んでも蘇ってくるのやめてほしいなと思ってだから双子にしてくれと、ね、あせめて,せめて双,子双子はいいから双子で出てくるとかもう一番ねやっぱり、ね、リスト作ったんですよこれ見ながら10本見て <laughs> 誰がどこに出てきてはい どこで死んで、どこで復活してとかいうリストを作ってたんですけど。でも、死んだのはこの人、その,の韓国のこの人だけじゃない。あ,えー、あと、あの、えっ、ー、と、ミシェル・ドゥ・デリスも一回死んでる。え、なんか記憶を、記憶。そうそうそう。でも、でも一応、でも、そこは、え、第4話、第四話っていうか。で,死で、うん、死んで。その回は彼女が死んだって言って復讐する回ですから。 復讐された側がさ、実は死んでなかったって復讐されそうじゃんねえ。そ <laughs> かわいさすぎますよね。<laughs> まあ殺そうとしたらしいんですけど、それにしたってさ、死んでねえよ、あの時って言えばよかったんじゃないの、お前、と思って。<laughs> それはひどいな、うんいまあね。一番悪いのが、まあ、ハンだっていうことが僕の結論ですね。彼のせいでいろいろ時系列もおかしくなってるし、<ー>だって3で死んで、柿の種が好きな人ね。そうそう3で、3で死ぬんですよ、一度。で、そ,うそ,うそれが。 え、あの、東京ドリフトの時に死ぬの,の,死ぬのえ、あの時も死んで死んで、で、それで、その後4で出てくる時は、4、5、6っていうのが、その3よりも前の話っていう設定になった<ー>で。ずっと東京に行く、東京に行くって言ってる、言い続けてる。うんうん、みんなあの、やりながら。東京に行って、それで行った後、そこで東京で死んでもう出てこないかと思ったら、やっぱり実は生きていたっていうことになって、出てくるのお,お前が、 一番いろんなものを混乱させてる時系列を毎回柿の種食ってますけどねあそこでねあの双子にしといてくれればよかったんですよなんでそんなことを殺す必要もないよねまあ、だ東京ドリフトの時は勢いで殺しちゃったんですよね、うん、まだこんなシリーズになると思ってなかったからまあね私東京ドリフトは結構嫌いじゃなかったんですけどねあ、まあ、バ,カバカ映画として悪くない感じの。あのほらルーカス ブラック主人公の、うん、あの子が爪入りがあんなに似合うはい、はい、爪入り服があんなに似合うアメリカ人見たことないぐらいじゃなかったですか <laughs>、ええ、高校生高校生可愛かった高校生には見えないどう見ても見えないですけどねいや私彼結構好きなのでなんかいいなと思ったんです、うん、そうで今回は今回はどうですか今回はモンマーマンが頑張ってます なんかモ,モ,モ,モアが悪役やるとなんか本当に悪役に見えないよね <laughs>、まあ。この人妖精の人じゃないですか割と明る基本明る、ね、本質的に明るいから、うん、でそのこれを見るとさこの人明るくてさでビン・ディーゼルって基本的に暗いじゃん。うん 割とあの陰気なんですね。まあぎって言っちゃ悪いよくない。まああの内省的な人なん,うん、うん、で。でだからこっちがキャッキャ言ってあそキャッキャ言いながら襲ってきて、かすごいこうシカネツらしい顔をして迎え撃つっていう。どっちがいいもんなのかよくわからんなっていう、うん、感じになっちゃう。うん、っていうかほらこの人いつの間にかお母お父さんになってて、うん、お母さんは一体誰なんだろうってって。お母さんはジャブ人だよね。そうだからそれそれも問題のその問題の。 えー、このトレット家の家系図っていうのを、ね、<laughs> 家系図書いてるんですけど見ながらねえっ、ー、とえー、ロック様と一緒に出てたあの女性の警察官の娘なんだ、うん、そうだからちょうどその、えー、レティがミシェル・ロドリゲスが死んでることになっている間付き合ってた女と子よね子供作ってその女の方はあの シャリーズセロに殺されちゃうんですよ。あ、あのシャリーズセロに殺されちゃったんだ殺されちゃったんで、んまあ都合よく退場していただいて、子供だけ引き取って、二人で育ててるっていう。うんなんかね、ちょっとそこら辺のね、ちょっと嫌なやな人間関係っていうか、うんいいのかそれで。え、なんでね、彼女との間の子供にしても良かったじゃんね。なんかそこそこら辺が考えてるのか考えてないのかよくわかんない。うん。 <laughs> あ,あの一部では、まあ、彼女も実は生きているんじゃないかっていう説はあります、ね、ああの人、ね、あ,れあれですよねあのー、誰だっけあのマイティー・ソーのあの人の奥さんねあそうそうそう名前が出てこないなだ <laughs> ダメです、ねうん、ごめんなさい、はい、すいませんそうですマイティー・ソーの人は誰だっけまあいいやはい <laughs>、はい、で今回は まあ、なんか3部作なのか2部作なのかよくわからないあでもわかんないんですよねそう私もちょっとね映画会社にわざわざ電話まで聞いたんですが3部作になるんですか2部作なんですかとそしたらまだ分かってないんですって言ってた私の話もあ,あるんですけどだただ向こうのサイトを調べると3部作の第1話、うんうん ねトリロジーになるんだと書いてますね。で二部作で後半が二二作になるみたいなパターンはあり得るかとは思うんですけど、うん、あの話的にはこれともう一本で終わりじゃないですか。うん、ここから先広がりようがないでしょう。うんまあ、うで三、ね、部作にするんだったらさらにジェイソン・モーマンをさらに操っていたさらなるアケヤが出てくるしかないと思う。<laughs> うん、どう考えても。お父さんが生きてたみたいな。そうそうそう。<laughs> <laughs> もうみ,んな <laughs> みんな生きてるいや、すごい,、ね、いだから、カート・ラッセルが悪役に<ー>だったとか、実はそうだから今回、みんないろいろ過去の人たちが顔を出してるんだけど、カート・ラッセルだけ出てないんですよね。うん、で、そのカート・ラッセルの娘だっていうキャプテン・マーベルが、はいはい、また名前が出てこないんだけど、<laughs> キャプテン・マーベルの子が。 どっかに行っちゃったとか言うんだよね。ブリー,ラー,ソンブリーラーソンがどっか行っちゃったとか言うんだよね。うんうん、だからそれがなんかカートラッセル次に出るあれになってんのかね。うんまあ、カートラッセル出てくれると嬉しいですけど m r ー o b ー,バリーまあでもカートラッセルも何,何,だか何もやってるか全然、まあ、ミスターノーバリーだからしょうがないんですけど、うん、それにしたって何がやってるか分かんなすぎだろうと思いますよ、ねうん、いやそのことになったらみんな何やってるのかよく分かんないから あド,ドームはね,ドームは元はねあこの人たちはでもあれなんですよ第,第5作第5作であの金庫を買っ払って大金持ちになったんで<ー>もう別に何もしなくてもいいああのジェイソン・モマのお父さんの金庫を盗んだねまああれあの第5作からシリーズがすごく元気になって、うん、まあそうなんですけ、ね、どどんどんバカアクションをどんどんやり続けて、うん、まあヒットは 盛り上がるんだけど何なのって言われるとよくわからなかったなっていう話が。まあしないですね。 はい、そんな感じで。そんな感じでって何なのそれは、おすすめおすすめとか言った方がいいのまあ別に、普通にすす見ればいいよね。おすすめはジェイソン・ステソサも相変わらずかっこいいです。私とヤナちゃんの好きなキャラクターは2人揃ってジェイソン・ステイサ。そうそう。だからね、あ,のあれですよ、シリーズどれが一番面白いって言われたら、うん、スーパーコンボかなっていう。あ、ジェイソン・ステソサの。<laughs> だから、ウィン・ディーゼル出てないっていうね。あれが一番楽しかったですね、実はね。 はい、まあでもビン・ディーゼル考えたらこれにも出てて、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにも出てて、声だけですけどね<ー>、えー。はい。そういう感じで。はい、はい。そして次、あ、これですか。あ私は見てないけど、柳下さんが。これ,、はい、れを取る、ねとと。よっ。はい。これは、なんかあのインド映画なんですけど、 えー、インドで、えー、な,んかなんだっけ、アメリカで公開されたときに、公衆2位とかになって、ですねうん、本当なの、はい、と思うんですけど、ね、はい、これってよく分かんないじゃないですか、公衆2位とか言われても、はいはい、本当に公衆2位なのか、はいまあ、そんな大ヒットしたというね、映画なんですけど、一応、なんか,一応なんかあの話としては、インド版アベンジャーズとか言って、そういうその神様のアベンジャーズ的なものを目指して作ったっていう。 まあ S.F. アクション映画なんですけど、<ー>俺適宜あのインダーアベンジャーズで言ってそのこの主人公があのシバっていうシバシバなんですよ。えいしいシバシバシバだ<俺>っていう。人がいっぱいある人。そうそういやシバっていう名前だから、うん、彼がそのシバシバの化身で、うん、こういろんな神がシバとかアグニとかブラフマンとか出てきて、はい、それがこう戦うのを戦ったり。 地球を守るためにガッと集まってくるのと思ったらはい、はい、そういう話ではなかった何か今もハリーハウゼンの映画 <laughs> 頭にもうシンドバッドが頭に浮かんじゃいましたよいやいや残念ながらねそういう話じゃなくて <laughs>、うんまあ、もっぱらこの、えー、この2人がイ,イ,イチャイチャしてる映画だったん <laughs> だよそれ <laughs> こうしあの本当の,の夫婦なんですよねあなんだこうあのえっこと,となんだっけこのね女の子が RRR の広い 「あるあるある」ってあのね、あうあのヒロインなんですよだ<ー>から、ね、今すごい向こうでも大人気の女の子なんですけど<ー>でそのえー、この主役のこの垂れ目の人彼が、うん、ランビル・ル。カプールはい。これもなんかね偽スターで結構有名な人なんですけどへえ そ,うその2人が、まあ、ちょうど新婚カップルでもあることだし,ここも結婚したの2022年4月14日に結婚しただってやたらね「愛はい愛,愛がすべてに勝つ」みたいなことをずっと言ってイチャイチャしまくってるという映画でじゃあほぼ,ほぼだって、ね、ほ,ほぼねなんだっけその も、ねえー、ともと、まあ、ブラフマーの力みたいなものを,をずっと守っている一族みたいなのがいて、うん、まあそのうちの一人が危狙われているから危ないから警告に行こうということが分かって二人で行くんですけど二、うんうん、人でそのどこかインドの観光あ有名な土地に行くんですけど、うん、船で行ったりとかしてどう見てもこれただのデートっていう感じの <laughs> イチャイチャ感が、ね、すごい,いですべ、ね、てイチャイチャしてるんですよ、ひたすら。 孔子近藤ですね。何、うん、かクリーチャーは出てくるんですかクリーチャーっていうか、まあ、<何>まあ要は超能力バトル的な感じ。超能力バトルか。そうそう割とね。うんえー、だから何か行くとねこの「そのアベンジャーズ」って言ってたんですけどこのえっと先生がいるんですよ、うん、このアミタブパッチャンっていう、まあ、この人も大スターですけど、うん、がやってるその学校があって、うん、学校でそこで子の子供 の訓練をしだから X 面かなと思って、うん、どっちかっていうと、うん、X 面っぽい感じ X まれし者の学園みたいな感じでしたね最終的に前の時代で、えー、世界を分かつ大戦争かなんかをした 2>,、うん、あの2人男女がいて、うん、まあそれの子供だとし主人公が。 うん、で、まあ、その血を継いでるんだっていう話になるんですけどで次回は多分第2作これ3部作になっておそらく第2作は過去の話になって、うん、その秘伝というか運命の2人の出会いの話なのかな。うん、なるほど、うん あまたこういう踊りのシーンも当然ある。結構ね、あのシリアスなんで、あんまりそシリアスというかラブラブなんで、まあ、2人では踊りますけど、あのまあ、いわゆる軍部、インド映画得意の軍部的なものはあんまりない感じでしたかね。なるほど。アクロス。アクロス。まあ、インド映画はそ,のそういうのは当たり前つうか、ね、そうですね。あとね、主人公はね、あのなぜか DJ。 職業 DJ なんだこ,れこの芝、DJ 芝かよっていう、DJ 芝で、ですごい ED M お、EDM でかけるんですよ、だからそこが全然、なんかその神話の力とかと、EDM かっていう、<laughs> もう全くそぐわないところがすごかった。<laughs> うんうん、面白かったですよ。で、今のインド映画ああ、なるほどね。早くね、これね、第2作も見たいなと思って。 はい、はい、じゃあ次次何あとなんだクリードクリードでした。<や>過去の逆襲まあ大体3部作ぐらいになって3作目になると過去が襲ってくるのは結構ね何 <laughs> か襲ってくれないと話が続かないので <laughs> まあ今回は過去のがなんか、えー、襲ってくると。 いうわけでこれさ、はい、コピーが血と涙のファイナルラウンドって書いてあってもう終わ,る終わるの前提みたいなんですけど終わりなんですかいやいつもそうやって書いてもファイナルにならないのがいまあ、ね、ハリウッドの常なんで,そ,ですそれを信用してはいけません <laughs> っていうか今までのこのなんだかクリードのシリーズの中で一番これが大ヒットだったんですあらしいですね、うん、な,なぜかよく分かんないんです <laughs>、ええ、そ,うそうですかあそうだあの マキさん、これアニメ見たんですかアニメこれ今、劇場でやるとアニメついてくるんでしょえ知らなないそうなのマイケル・ B ・ジョーダンが好きななんかアニメでえ、えナルトとかなんか知らない、なんかね、ボクシングアニメがこれ、だからこの、初めの一歩いや、クリードのアニメっていうのが、短編アニメがついてるんだっていうのを聞いて、それで急に僕、見たくなって。えそれ急遽作ったの <laughs> だから下で見てる人は見てないしアメリカ人も見てないんだけど日本人だけはなぜかえっじゃあ短編を急遽作ったわけなんか多分本当にこの人アニメ好きなんで見たいね、うん、なんか<の>ナルトのシップ編かかかななんかなん,なんかねそのボクシングアニメがあるんだよ「なんとかボクス」っていうあそいて知らないんですけどうん、うん、それのその作り手とコラボでアニメをやってるらしいですよ あそうなんだエンドロールのあとにおまけがついてるそうです。うん、そういや、それは、いやだからにいや、日本人は普通に見てて、うん、普通についてるもと思って見てるんですけど、うんうん、あそれは日本だけ、実は。んまあ、なんか、向こうでこうインタビューとかしても、アニメファンなんですとか言っても、まあ、まあいまあ、一応言ってるだけかなみたいな人結構いるんだけど。うん この人の上げてる作品聞くと、結構な、かなり、ちゃんと見てるんだろうなみたいな感じよね。まあ、まあ、なんかあれですよね。あの。ジャンプアニメっぽい感じの。うん、ね、なんか初めの一歩は、ジャンプじゃなくて。うん、マガジンです。<laughs> いや、そうです。そうですけど。<laughs> <laughs> ナルトとか好きなんですか。かナルトはジャンプですね。<ー>そうね、ナルトが好き。ナルトの、なんとか編の、あ、なんか。 戦うシーンで周りのその、えー、調子えっと監修がパッと消えちゃってリングだけデータが浮きあの浮かび上がるみたいななんかそういう演出はナるとかなんかでやっててそれを何か,なんかあれアニメっぽいなっていうか、ね、うんなんかま真似、ま、したっていうか頂いた,だいた,みた、うんあたああああごめんなさい <laughs> そこからちょっとヒントをもらったみたいな

そんななに何し何しもやららいからね、うん、だからその中では結構これ多い方だな練習のトレーニングのシーンも含めて結構あるなと思ったんだけど、うん、何いやこれがね髪がね髪が風が来るんだね<ー>大丈夫でそれでただあるんだけどほらこうやってこう 殴る時にここ皮膚がビヨーンとかなったりなんかあれをいっぱい多発してるんでなんかあれあれがちょっと軽く見えちゃうなみたいな感じはちょっとしちゃいましたねうん、うん、ボクシング映画は何がお好きですかボクシング映画なんですかボディーソウルとかえ知らねえ古い、えー、レ,イーレイジングブルーあれは あの,あのシーンが良かったですねあの、ファイティングシーンが割とリアルで痛そうだった、うんうん、鼻つぶしたりするから、はいはいね、私はなんかロバート・ワイズの「罠っていうの彼の2作目かなんかで、あれがすごい好きなんですけどね、うんえーえー、ど誰が出てるんですかロバート・ライアン、<ー>1940何年ロバ,ロバート・ライアンは、学生、大学時代に、 あ,のあれをやっててあのボクシング自分でやってた。いで,、うん、で時間が1時間30分ぐらいしかないんだけど本当、うん、と1時間30分の中の映画なんですよ。だからファイトシーンも3分間ちゃんとやって、うん、だからあの真昼の決闘と同じような感じで。うん、時間だリアルタイム映画。で3分やって1分やて 1> 休んで,んでっていうのそれをやってて。 なんかそこがすごく良かったですね。<ー>とても好きだった。そうなんだ。うん。で本当は好きなのはロバート・バイズがもう一個、うん、そのほら傷だらけの栄光とかね、ポール・ニューマンで。ありましたね。うん、あれのも昔見てすごい好きだったんだけど、なんかもう今見るチャンスがなくてね。ああ<ー>、見れる見れないみたいな、ね。あまプラとかにないんですか。はい。あまプラなかった。それと私あのえっ、ー、とジェームス・ル・ジョーンズが出てた。 あのボクサーっていう映画があってマーチン・リットかな監督が、うん、それも昔もう風紀で見てて結構そのヘビー級のチャンピオンの話なんでボクシングシーンがすごかった印象なのよ、うん、だからちょっと見直したいなと思ったけどこれれも見られなかったお意外と見,見られないんですよねっていうかあのア,マアマプラもそうなんですけど、うん、ああいうの,あの配信ってやっぱりずっと と置いてないじゃないですか。なんか一瞬見られてもなんか二ヶ月ぐらいで変わっちゃったりする。ないんじゃない本当？いや結構変わるでしょあ,、うん、あだからよくアマプラに見てるとこうやって出て今月末に配信終わるやつとか,とかが突然出るから<ー>それを一生懸命見たりする、ね。そう,そうそう。なんかその辞める理由がよくわからないまあわからないっていうかまあ要はなんかいろいろ。 あるらしいんですけど、うん、あの置いとくだけでお金がかかるんで、ああそっかみたいなことらしいんですけど、うん、なんかね、あれあれがあるから、どうも配信は信用できないと。いやでも、昔に比べれば、まあそそそれはそうそれははう昔に比べれば、ああなたそれは、まあ、それはまあそうです前なんか、伝えに走っていかなきゃいけなかったわけですから、<laughs> いや今はね、今も同じですよ、伝えに行くしかないですから、もはや。 えどううしかも新宿あ渋谷の津田屋に行くしかないですからね渋谷の津田屋いやもう,もうだってもう新宿も恵比寿もどこもやめちゃったからうん、うん、あ恵比寿もあそこウエスティンのとこにあったけどあれないのあれももうないもう,うあのビデオ昔の映画見ようと思ったら渋谷津田屋に行くしかないああそう、うん、<え>あれが最後の撮りですあ昔のビデオがいっぱいあったもんね昔よくそこにそうそうもう 買いにあの借りに行ってましたよ、うん。そうなんですよね。ア,アマゾンがいまいちや、アメリカの a m a z o まだあるんだけど。ここに行ったらあるのかな、傷だらけの栄光も。傷だらけの栄光あるんじゃない？さすがに。あれだって DVD も出したでしょ？出てるんだけど高いね。いや,いやだから多分ツタヤにありますよ。ツタヤに。そうね。あでも伝えないのツタヤもね、罠があってね。うん、罠。<laughs> あのなんかずっと借りられてるやつがあるんです。うん、いつ行っても。 1>, 1年間ぐらい借りっぱなしで、えー、何なのこれってパクられてるんじゃないかと思ってそしたら店員に聞いてみたら、うん、いやこれはあのうち借り放題みたいなのがあってあ<ー>返さなくてもいいから返さない人がいるんですって,ってえ、借り放題そうそうそうなんかねいやあの借りっぱなしできるんで借りっぱなしというか,、えー、か借り放題でそ月800円とか払うと、うん、いくらでも普通はか見,てて見てすぐ返して見てすぐ返してって見るんだけどつまり 返さなくても延滞金がつかないっていうことなんで,、えー、でずっと借りっぱなしにしてる人が、ね、ひどいるの、うん、で結構ねそれでまだないまだないなん何だっけ悲しみの街角だそう悲しみの街角を見たくて、うん、悲しみの待ち方って悲しいえそれってアルパチーノやそうそうそうああ<ー>懐かしい、うん 借りようと思ったらいつ行っても借りられてなんでこんな話の話なんでみんなそんなジェリスパブ好きなのとか思ったらそういうことじゃなかったあそうかじゃあそこに行ったら私ほらトニパく君のファンだったりするからのっぽ物語とかあんのかな出たこともない VD それはないと思う残念ながらはい、何の話だっけアロクリード クリードも終わり。クリードも終わりクリードの話ほとんどしてなかった。いやいや、ボクシングシーンがね。あと、ジョナサン・メジャース、どうですかこれ、いろいろ問題の人、かわいそうですね。まだ問題かどうかわかんないですよ。でも、これはなんかほら、なんかスタローンが結構ブーブーいってるじゃない。外されたから。うん。なんかちょっとかわいそうかな。正直、まあね。 まあでも、スタローンが出てくるとさいつまでたってもそのスタローンの弟子感が抜けないからやっぱり、ね、もうだって今回は自分がロッキーやりたいわけでしょ、要は立場的に。で、そのロッキーやりたいっていうか、なんか立場的にさ、うんその、アポロの息子だからさ、うん、アポロと同じことをやってるじゃないですか、これ。一応、シリーズとしてはそういうことをやりたいのかなと思うんですけど。うん でもそれ別に見たくないよねロ、ロッキーボッコみたいな感じがね。なかなかシリーズを使う、続くのは大変ですね。まあ、でもこれ次か、次作んなきゃいけないんじゃないでヒットしちゃったからね。次アニメかもしれメ <laughs> ボクシング、もうあれだよねと、ねあそこのなんかスラムダンクみたいな感じで作ればいいんじゃない <laughs> おい大ヒットですよ大ヒットするよね。あのその試合のシーンをすごい、うん、あのモーションキャプチャーかなんかでやっちゃえば。はい。はい、というところでよ、次はこれか。はい。アフターさん。アフターさん、えー、なんか今年のアカデミー賞でこの主人公のお父さん役を演じた。ポール・メスカルあポール。 <ん>メスカルっていう人がカカ、まあ、アカデミーの主演男優賞ノミネートされて今度リドリー・スコットのえー、なんだっけ、えー、グラディエーター2の主演を張っているというグ,レいグラディエーター2なんてあるんですかグラディエーター2ありますよリード様のど,ど,う、えー、どうすんだえっ、ー、どうすんだののえっ、ー えー、え、えっと、お妃し、妃の息子、まだ幼かった息子が大きくなって、彼になってる。る<う>で、また違う、また,また、また違う。も <laughs> うん、まあ、なんかよくわかんないけど。え、なんねえな、わかんねえっつうか、うん、そうか。そんなに良かったんですかね、なぜいきなり。いや、まあ、それはいいや。うん、はい。<laughs> まあ、リドリースコットが撮りたかったという、はい、ほら、あれでね、作品賞とか。 えー、ラッセル・クロウが主演男優賞を取ったのに、うん、自分は監督賞取れなかったので今度こそそんなことなんですかいや私前インタビューした時「うん、オスカー取りたいですか?」って聞いたら「取りたいね」って言ってたよ <laughs> 素直に素直に,素直に、ね、いやそれゃちょっと取りたいかなってう可愛かった、うんまあ、そんな恋じゃないと思って <laughs> いやもう、まあ、そういう恋じゃないけどさ <laughs>、えー、ど,うどうですかアフターさん ふた、まあさんはあんまりこれさその20年前のビデオテープに残る11歳の私と父とのまばゆい数日間っていって、まあそのそのえー、と事情があって別れて暮らしてるあの娘とお父さんが、まあ、お父さん一緒にトルコかなトルコかなんかの保養地に行って10日ほどの休暇を過ごすと夏の。 休暇を過ごして、まあ、その時に撮ったビデオっていうのを、まあ、あの大人になったヒロインの彼女がああひヒロインの彼女が大人になって、まあ、見ながら昔のことを思い出してるっていう映画なんですよね、うん、まあ要は。でもこれ基本的にその思い出してるだけで思い出して本人はその彼女はね彼女本人はその思い出していろいろ思うところあるんでしょうけど。 その何もわかんないじゃないですかこっちがな何を思ってるのか何か思ってるんだなっていうことは分かる映画。っていう、うん、だからのその結局さ彼が、まあ、このお父さんがいろいろ問題を抱えてるっていうかちょっとメンヘラっぽいお父さんなんですよね。そうですね。でそうなったのかとかそれが彼女はそれでもうお父さんは変な人だっていうのはなんとなく分かってるからなんとなく変で。 ななんとなく大変っていうのはあるんですけどじゃあ何がどうしてどうなってどうしたらよかったのかっていうのが全くないじゃないですか。ないですね。わからないんですよね。お父さんはそういう人なんでわからないっていう。心を病んでたっていう事実しかないですからね。うん、だからまあそのストーリー的には何も起こんなくってくまあただ、ね、その映像でね、あのー、割と美しいさ、えー、なんだ リゾート地のこうバカンスの,あの南ちち地中海のこう高専をたよたよ高専を楽しむみたいなそういう映画、うん、バカンス映画ね「うん、まあ息を飲む忘れられない物語」って書いてますがあんま物,物語がないんでもうただ二人がなんかあれしてるだけなんで。<laughs> うん ええ物語何だったっけ <laughs> みたいな気になったの私一人でしょうか <laughs> <や>。<laughs> これでなんかいろいろ賞を取ってるみたいなんですよね。うん、220ノミネート71受賞っていや悪い味が全然ないと思うんですけど思うし、まあ、そのそのバカ部分はねいい、まあ、っちゃいいいいシーンもいくつもあるしいいんですけど全体としてみるとなんかその課題評価と言わないけど。 なんかそこまで、そこまで、いや、つまり、このぐらいの映画って、いくらまでそんな気がしない <laughs> え、あります。正直。うん、で、なんかその、アカデミーノミネートとかっていうのって、やっぱり、配給会社の力、まあ、A24 だからさ、これ。ああ、ロビー活動頑張った。ロビー活動頑張ったんじゃねえのみたいな、邪水しちゃうけどさ、<ー>で、あの、ことさ、主演女優賞の方でも、なんかイギリス映画の主演レヒロイン、レスーうん、トゥ・レスリーっていう。うんうんうん あれが、なんかその八百長じゃないかとか言われて,ま,あ言われてましたね,ね。言われたけど、まあ、こっちもあんま変わんねえんじゃないの別に八百長とない思わないよ、思わないけど、その、えー、課題評価。課題,いや課題評価だしその、ちょっとロビー活動頑張りすぎみたいな、ロビー活動頑張った結果として、まあ、こういうノミネート。 こういう賞になってまず、まあ、映画悪い映画じゃないけどまあ、うん、ちょっと過大評価。うんまあそうですねなんかまあ二人で別にあれしてるだけでしたねえはいまた楽しめる人は雰囲気楽しめばいいんじゃないですかね <laughs> 何その投げやりなたいの <laughs> ごめん。や <laughs> だからそのバカンスな感じもう緑のなんだっけ。 緑の,緑の光線みたいな感じで、うん、なんかそういうバカンスっていいなみたいな感じで楽しむんだったらいいかもしれないなんかそのさフランスのバカンス映画って基本的に男が作ってる映画だっていうせいもあるんですけど、うん、そのなんか亡くな失われた青春というかその一時期の幸せだった時間を懐かしむみたいなさ、うん、そういうタイプだと思うんですけど、うん、これはそのヒロインのこの。 まあこれ女性監督なんですよね、うん、女性監督のえと、まあ、ほぼ自伝的な話らしくてだからその彼女の思いはあるわけじゃんそこで、はい、あるけど別にそれがこちらには共有されないっていうか観客が見てその懐かしいとか、うん、いい時代が楽しいことをその思い出すとかさ、うん、そういうふうな映画じゃないんですよね。で結局バカンセイガってその 中でバカンスを楽しんでる人を見て、自分のバカンスのことを思い出すからいいわけじゃないですか。あ、そういうこと。でもコールミーは言わねえ。うん、もうそうじゃなかったよ。<laughs> <laughs> うん、なんかね、それが、うーん、うーん、<laughs> っていうか、あの時、あなたの心を知ることができたならって書いてるけど、別に素人一ミリもなんかしてなかったよね。<laughs> <laughs> いや、彼女は思ってたんじゃない?。思って彼女はなんだろう、なんかお父さんは、お父さんがなんかすごく急に泣き出したりとかして、なんだろうなって思ってた。うん、なんか面倒くさいお父さんだなって思っちゃって、<laughs> もうすいません。<laughs> <laughs> すいません。はい、でも、はい、まあ、一般的にはとても評判がいいんで、皆さん癒される人もいると思います。うん、はい<に>、まあ。というわけで、えっ、ー、と、なんだっけ、雰囲気をた、楽しむ、ね。雰囲気を楽しむ。<laughs> はいははい、はいそしてはい最後はいあごしご質問もあればコメント欄何それあいえ質問があればねコメント欄にちょっといただけるとは質問がもしあればコメント欄にお願いしますはい、はい、あの別に映画直接じゃなくてねあのくだらない話でも全然大丈夫です、うん、はいはい、はい、じゃあというわけで最後最後までいく,くですはい最後だから最後までいくこれはいこれはですねあの、うん 強く思った。これ、これこれ置いた?。置きました。置いた、はい、はい。これはね、あのー。えっ、ー、と、日本映画なんですけど、東宝が作って、岡田純一と綾野剛。が出てる、まあ、二人なんですけど。これ、あのー、元は韓国映画の、なんですよね。うん、オリジナル。まあ、タイトルも一緒ですね。うん、最後までいく。そう。で、じマキさんが見てないっていうから、面白いよ、面白いから見た方がいいよって、韓国版はって言ったら、うん、面白かったでしょ 面白かったです。で <laughs> っていうか、なんかすごいシンプルで、良かったですね。うん、なんか。日本の方は、なんかぐちゃ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 してて <laughs>、なんかいろんな人も出てきて、なんかいろんなしがらみの多い映画になってたね。そうなんですよ。ね、なんかね、そのさ。韓国映画ってさ、どっち、あの韓国版、の方って、まあ、お食警官二人が。まあ、お食警官が、要は、えっ、ー、と、金をパクろうとして、せ、えー、した帰り道に。人をはねちゃって。人、あの、はねちゃうんで。 あの捕まるや,やばいって言うでそのまま引き逃げするんですけど引き逃げ死体を持って逃げるっていう本当に最悪の警官の汚職警官の話てしたらそしたらそいつを「お前が人殺したの知ってんだぞ」って言って何者かに脅されてまあその2人の対決になっていくんですけどあのどちらもさ韓国版ってどっちもその自分のことしかない人たちじゃないですか、うん。 金のためにやってるでもなんか日本でやるとなんかそのいろいろしがらみそのまさにね真木さんが言ってまたけどそのまさにしがらみであの特に綾野剛とかなんかあのエリートで婚約者のお父,お父,父お父さんになんか言われてやってるみたいな。うん でそいつに取り入って出世するためにっていや出世のためにそんなことすんのかよっていう出世のために人殺すっていうね,ねなかなかすごいことを言うお給食お父さんですよね <laughs> <laughs> なかなかえそれいいんでしょうかみたいな感じですよね,ねなんかそういうそのなんかそのなんかそれがねやっぱ日本映画だなと思っちゃってうーんなんかねでも韓国の方が私ほら最近カンドラにはまってるんで、うん、見ると結構 家族の話が多い,はい、はい、だからちょっとあのすごいシンプルにまとまってたんで反対にああこっちの方がシンプルってちょっとびっくりみたいな感じでしたね。ああそれでもそれドラマとかだからでしょうん、うん、やっぱ映画でさあこういうことやられるととうざいなと思わない。<laughs> いやっていう<や>か、ね、結局ほらこの,この綾野剛のお父さん、うん、義理のお父さんになる人な警察の偉い人、うん でその人とあとこっちに絡むやなちゃんの好きなええもとええもとアキラええもとアキラヤクザの親ビが出て、うんうん、なんかそれぞれにこうやってこうねあのしがらみがくっついてきてる、ね、はいはいまあ,あのええもとアキラはむしろね全部あの自分が実は仕切っているという、うん、まあえもとアキラだなっていう,、うん、う好きよねあなたええもとアキラいいんですよ。 本当にいいっていうか、柄キラは本当にあの多分誰の演出も受けてないですからね、好き放題やったまですから、完全に <laughs> 誰の声。誰の言うことも聞いてないでしょ、ほぼ。 で好き好きどはやってやりたい放題やってでもあ,のあんなめちゃくちゃなでたらめな役でそうあのじ実はあの実は爆弾も私が持ってましたとか銃も私が持ってましたとか <laughs> 全,部全,部全部自分が持ってるんだけど絵本だけだからしょうがないかなっていう気にさせられる。<laughs> まあなんか出ただけでね嫌な感じがするっていうのはすごいですよね。ね それぞれにしがらみがくっついてるおまけがくっついてるのが、まあ、ちょっと重,重,く,重くしたたかかったのねいやなんか日本でさ見てて思ったんですけど日本だとその自分の欲のためだけに人を殺して金を奪ってみたいな役が。 ちょっっととリアリアティがないっていてうこそんなこと言ったら<の>警察官の上の人が人殺してあ,れすってい,あいやいやだからそのいやなんかそしがらみとかがあ,る、うん、あっていや分かんないそ,れそう思ったんじゃないかって話なんだけど、うん、しがらみとかあってさあの、ね、言われて義理と人情に巻かれたままでいろいろ苦労するみたいな方が日本人の。うん 共感を得られそうそうそう,うんなんかあ,あのほら韓国版の方はこの綾野吾を演じた方がもうとことんもう開き直った悪じゃないそうそう、うんだから悪人として私たちも見るけど、うん、ていうか綾野吾は悪人にできなかったんじゃないなまあなんかねなんかそのさ最初はさその主人公がひどいやつだなこいつと思って見てるんだけど、うん、あまりに相手が さらに本当の悪だから純粋な悪だから、うん、あのつい同情しちゃうんですよね。そう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 あの韓国版の方でしょそう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 何か別に冷静に考えたら別に彼が良くなったわけでもなんでもないんだけど彼はまあしょうがない怖くに怖く頭なんで怖く党と本物の,あの純粋悪みたいなやつが出てくるからちょっとその怖く頭の方が可愛くなってきちゃうっていうそうだよねう <ん S 2> だきっとそうだよ綾野剛さんを 悪いやつ純粋,純粋培養の悪人にはきっとできなかったんだまあ綾の子だけじゃないと思うんです、まあ、要はそ,のそういうのがを出してくるっていうのができないのかなと思ってだからこれ,最後これさ映画の最後にさあのいろんなしがらみを捨ててもう,もうあの死ぬまでやるぜみたいな感じになるじゃないですか一瞬、うん、あそこはいいんですよ。 あそ,こあそこだけはね、あそこだけとか言っちゃい,い。<laughs> あそこはいいんで、あの最初からこれでやればいいのにと思ったんだよ、ね。だ綾野剛も、その時の、その綾野剛の方が全然魅力的だからね、最後の。最後に、あの俺はどうなっても金が何でも、かいつだけは殺すみたいなやつで襲ってくるんですけど。あそこだっけうん。<laughs> <laughs> あ、はいはいはい。 ええぐぐいいよねまあ普通にえぐいですよ普通にえぐいかな、でもそんな血がぶわっと出たりとか、そういう感じはあんまななかかったかなまあやってることは日本版も同じじゃないんですけど、韓国版の方が描写的にはそのし、まあ、これね、あのねまあ、ネタを割っちゃうけど、その死体をの奪い合いというか、死体にかンかンのを踊らせるみたいな話なんですよね、その自分の跳ねた死体を。 持っていって缶桶に詰めたりとか引っ張ったりとかものすごいおすごい苦労してあの引っ張り込んでそういうこのこ、ま、生々しさが全然韓国版の方があって、うん、日本の方は時間もそんなに経ってないしそうねそうあのいや韓国はだっは一度埋葬して埋めちゃってあ掘,り、ね、掘り返しに行ったりとかするんでそういうねえぐさは全然。だかかららそれは日本はほら火葬にするから そこの差があって、うん、その仮装する前にどうにか死体を出して、うん、どうしたんだっけあれなんか持ってきたっていう感じでだそれをあのお葬式が自分のお母さんのお葬式っていう点は一緒、うん、だから本筋はそんなに変わらないけど、うん、やっぱりその生々しさが韓国版の方が上かなっていう感じだからラストが私韓国版の方が好きだったなああまあそうだよあのあいうもんでしょ いいいなやいや <laughs> あ,れあれはだから妹開けとこ出すからああいうことになっちゃうっていうそうねそうなんかまだいろいろこうあれしたかったんじゃないどんでんがし,んん返し韓国版をねんん、ええ、やってっていうことだとその韓国版もともであと何 と同じようにはしたくないから何かしらこうちょっと違うオチをつけてとか思って、うん、ああなったんだと思いますけどそうですね、うん、まあ韓国ドラマの方がもし韓国映画の方が面白かったな正直 <laughs> に言っちゃって <laughs> 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 いやまあそうなんですいやこれもなんかもう頑張ってるいやいやこれだけ見るとねあの別によく頑張ってるなと思ってちゃうんですけど やっぱり韓国オリジナル見てるとちょっとな弱いなっていうかさこれブラックコメディにすりゃよかったのにってばっかり思うんだけどなんか妙、まあ、に真面目に作ってるからいやだからそのしがらみとかするのはそういうなわけでしょだからしがらみとかなければブラックコメディになるのにね死体をどうやってあれしようかってうちどうなのコメしィできる？まあ一応やってるのは知ってますけど岡田あんまり僕たち自身結構皆さん好きで じゃないですよあれれが良かっっっっったた来 <laughs> 来るるてていう映映画画ホラー,ホラー映画あー、はいはいはい、あ,れ、ね、あれの岡田純一はちょっとポップだったよあ本当あんまりでもそのいやコメディ,コメディややればいいんじゃないのと思うんですけど僕それ、うん、まさに。 そ,うそれはちょっとコメディータッチでそれ映画自体がすごい面白かった日本映画の割には、うん、とってもあごめん ちょっとこれは真面目に寄りすぎかなちょっとね、真面目にもうちょっとほら、オリジナルがあるから、むしろそれをもとにはじけてもよかったのに。でもあれですよ、死体を使ったブラックコメディとか、日本で多分やりにくいんだと思うそうんのやっぱりちょっと、ついちょっとそんな不謹慎なこといいんですかって、いや、不謹慎だからさ。不謹慎でですすははははいいいいいいじゃあ あえ今年の私のベストワンはターです。映画ファンとしてのベストワンはタ。映画オタクとしてのベストワンはあれない。あれない。これです。<laughs> 映画オタクとしての ベストーマーザ・フラッシュこれ来月話をします来月月話話ししまますす、うん、私とヤナちゃんが珍しく2人とも欲しいつつ、うん、<laughs> なんですがだからタワーはとても好きでしたねちょっととてもうんいやね俺僕ねタワーいまいち分かんなかったんですよ、うん、分かんなくてでまあそのマキさんに言われてあなるほどねと思ってそうそう別にマキさんそれが絶対正しいところで言うことじゃなくてその あそ,ういうふうそういう見方かというのでちょっと分かった気がしてそ、うん、したらこの間友達がすごいなんかターンについて語りたいっていう人がいて飲みに行ったら延々と,延々とターンのあのシーンがああでっていうのを延々と説明されて、うん、はあ、そうですか、すみませんそこまで見てなかったですと思って、うん、見に行ったんです、この間。 ほうほう <laughs> もうしょうがないからもう一回見に行って 2>, 2時間39分も <laughs> だからあのたって私の人やな、まあ、ちゃんに話した私の一つの見解っていうか解釈っていうのはうん、うん、私の解釈なのでそれを言っちゃうと、うん、おそらくそういう見方をしちゃうような気がしてなかなか言えないんだよね。うん まああでもそそれはあるみたいその中にやっぱり2波あってこ、うん、れがハッ,ピー、まあ、ハッピーエンドという言い方がよくないんだけどその、えー、ハッピーエンドとしある種のハッピーエンドあそうそう私もある種のハッ,ハッピーエンドとして捉えるか本当にすべ、えー、てを失って終わるという話として見るのかっていうのは私はだから音楽を最後まで手放さなかったとっいうところが素晴らしいと思ったわけ。うんうん、だから そこに感動したんですよだから自分が好きなものは何がスキャンダルがどんなことあっても奪えないっていう、うん、そういう力強さをあの映画最後に感じたので、うん、結構目頭が熱くなった息子で。 もう落ちに落ちた落ちちたてここまで来ちゃったって取る人も、うんうん、まあいても不思議じゃないなとあそう見,見直してだからあっと思ったのはあれ、うん、意外とさすぐのの話なのねすぐって何がつまりあのいやスキャンダルがあってうん、うん、ベルリンを放逐されてクビ、うん、になって、うんうん、で割とそんなに何ヶ月後とか半年後とかじゃなくて、うん、割と結構すぐ。 あそこに行ってんですよ、あれ、多分。あの後、自宅に、アメリカの自宅に戻って、それから行くのかな。あ、それは、その、やっぱ、その、その後直後とは言わないけど。せいぜい一、二ヶ月の話で。全然、その、横て見た時は、なんか結構、その後みたいな感じで、すごい。後々の、あ、一年後とか、一年後とか、エピローグ的な、あれかなと思ったら、けど。思ってた、なんとなく、映画よく見ると、全然そういうことじゃなくて、割と結構すぐ行ってるな、この人っていう。 だかからなんか私的にはマヤナちゃんにも言ったんだけど、そのジョン・セールズのエイト・メン・アウトのラストを思い出したっていう、はいはい、そのシューレス状の描き方と、うん、そのターンの描き方がちょっと私としては重なったんですよ。シューレス状ほど無垢じゃないけどね。まあ無垢じゃないけどね、もちろん <laughs> なんだけど、だからなんかそういう意味で、とてもこういろんな解釈ができるとか素晴らしいなと思って。うんはい はい。これフラッシュ。フラッシュ以外はないです。<laughs> <laughs> いやいや嘘嘘。えっと私は結構インディーに期待してるんですよ。ジェームスマンゴールドなんで。あれはね、予告編を見るとね、うん、るといい感じですよね。ちょっといいよね。インディーあります。はいインディージョーンズ。 あのこれがスピルバーグなら監督だったらあんまり期待しなかったかもしれないんだけど、<laughs> 逆,に <ね S 1> 逆に。だけどジェームス・マン・ゴールドっていうところでちょっと未知数の思い、うん、あれがあって、最近の彼、すごくいいので、うんうん、だから割と期待してるんですよ。すねうん、僕も割と割とあの、この間のやつよりは全然期待しているあ。クリススタルスカルカでしょ、うん なんかもうどんな話だったかすら覚えてないぐらいだよね、<laughs> クリスタルスカルって。もう本当に、あれは逆にもうスピルバーグもやる気もないしさ、うん、うしょうがない、結末つけるために作った映画なわけでしょだから、あれで覚えてるのは、原爆が,なんかがある爆発して、冷蔵庫に入って、その後デッキブラシで体をなんか洗うっていうシーンしか覚えてないや。 まあちょっと広かったですね。タイトルがね、タイトル大丈夫なのって思います、ね、運命のダイヤル？運命のダイヤルって言われてもね、なんかすごいすごいなんかじ歴史の流れを変えるダイヤルってさ、いやその歴史の流れを変えるのとそのダイヤルっていう言葉の軽さとがあんまいまいちこう結びつかない。<laughs> ああ、じゃ運命のダイヤルじゃなくて <laughs> 電話て。もっとダメ。もっとダメ。はい。だからこれはちょっときて期待してます。 だからまあこの日本フラッシュとう、うんまあ、フラッシュ来月僕は僕スパイダーマンも大いに期待してますねあスパイダーマンもありましたね、うん、あれもねもうすぐ見れると思ってちょっと来月はいろいろしゃべることがあるなんか日本映画も1本ぐらいできるといいですよねはい見てますからね<あ>日本映画いろいろねじゃ怪物見ればいいじゃん、ね、6月2日公開で見ますよ見ます見<て>はいコレイズさんはねいい人なんでね はいあはいはいはい <laughs> 大丈夫大丈夫ですやれちゃんが、はい、やれちゃんが、はい、やってくれますというはいということでまあはい、えー、一回りして一応ご五本語りましたけどどうですかこれえまもう 最初なんかいきなりきっと切り出しどうしようかと一瞬パニックってませんでした原,原稿を与えられるないニッがいいない原稿が適当が一番いい適当が一番いいという、ねはいはい、というわけで、えーとはい、一応ね、えー、こうやって1時間やってみました,またなかなかちょっとね言葉あのみんなを聞きつけないように、ね、選びながらいつもの会話から考えるともう全然柔らかいですよね,いやいやね本当に、うん まあ、ところどころね、地金が出ちゃいますよね。<laughs> すみません。はい、根が正直なもんで。というわけで、えーっとまあ、今月はここまでで、えー、次回は6月、まあ、ちょっと26日がね、あのどうなるか分からないんですけど、まあ、あ6月後半、末ごろに、はいえー、ちょっとまたじ6月分をやりたいということで。はい、<え>あそれで、えーっと、今、この押井さんの。 私が、えー、とあい、執筆を担当してインタビューもした、この C さんの本、<ん><賛>人生スチャー。人生のツボ2.0。人生相談本でいろいろ役に立つこともある。C さんじゃないから。いやいや、や悩みがあったら犬を飼える。いや、矢野ちゃんに本あげてないから。ね なんかぜひぜひ手に取って明るい人生を築いてください。<laughs> いや明るい人生になるんじゃないかっていう気がしますよマジで。はい、うん。よろしくお願いします。はい、え何それ？<laughs> ちょっと待ってそれどういう意味ですか？<laughs> <laughs> えマジでなって <laughs> そんなにアカデミーひどかった <laughs> ね<え>まあ、あの時誰も聞いてないと思ってたからね <laughs> えそれで何「エブエブを高校生の自主制作みたいな映画だ」って言ったやつ言っ <laughs> てんちゃういや <laughs> 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 ねすいませんでまああのー、今さっき言ったみたいにブロスの YouTube チャンネルはたった353で354が 柳下さんです、はい、なので、その後に皆さんが続いてチャンネル登録していただけると、私たちも嬉しいなと思いますので。ね、お、すごい。え、すご,い,じゃんすごくない。すごくないすごくないい大して、大してすごくない。<laughs> まあまあ、今後、伸びしろがあるというね。伸びしろがあります。伸びしろしかない。伸びしろしかない。はい、え よろしければ、コメント、これ、<laughs> チャンネル登録、高評価を <laughs> 何卒。よろしくお願いいたします、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、えー、では、また次回、お会いしましょう。はい、じゃあ、ありがとうございました。